1-3 君はどっかの学校へ行ってるんですか？元は行きましたがな、今は辞めちまいました。元どこへ行ったんです？どこって方々行きました。しかしどうも秋っぽいもんだから。時期嫌になるんですか？まあそうですな。で、大して勉強する考えもないんですか？ええ、ちょっとありませんな。それに近頃うちの都合があんまり良くないもんですから。うちのばあさんはあなたのお母さんを知ってるんだってね。ええ、元時期近所にいたもんですから。お母さんはやっぱり？やっぱりつまらない内職をしているんですが、どうも近頃は不景気であんまり良くないようです。良くないようですって、君一緒にいるんじゃないですか？一緒にいることはありますが、つい面倒だから聞いたこともありません。何でもよくこぼしてるようです。兄さんは？兄は郵便局の方へ出ています。うちはそれだけですか？まだ弟がいます。これは銀行の、まあ小遣いに少し毛の生えたくらいなところなんでしょう。すると遊んでるのは君ばかりじゃないか。まあそんなもんですな。それでうちにいるときは何をしているんです？まあ大抵寝ていますな。でなければ散歩でもしますかな。他の者がみんな稼いでるのに君ばかり寝ているのは苦痛じゃないですか？いえ、そうでもありませんな。家庭がよっぽど円満なんですか？別段喧嘩もしませんがな、妙なもんで。だっておっかさんや兄さんから言ったら、一日も早く君に独立してもらいたいでしょうがね。そうかもしれませんな。君はよっぽど気楽な性分と見える。それが本当のところなんですか？ええ、別に嘘をつく了見もありませんな。じゃあ全くののんき屋なんだね。ええ、まあのんき屋っていうもんでしょうか。兄さんはいくつになるんです？こわっと取って6になりますか。するともう債君でももらわなくちゃならないでしょう。兄さんの債君ができてもやっぱり今のようにしているつもりですか？その時になってみなくっちゃ自分でも見当がつきませんが、何しろどうかなるだろうと思ってます。その他に親類はないんですか？おばが一人ありますがな、こいつは今浜で運送業をやってます。おばさんが？おばがやってるわけでもないんでしょうが、まあおじですな。そこへでも頼んで使ってもらっちゃどうです？運送業ならだいぶ人がいるでしょう。根が怠けもんですからな、大方断るだろうと思ってるんです。そう辞任していちゃ困る。実は君のお母さんがうちのばあさんに頼んで君を僕の家へ置いてくれまいかという相談があるんですよ。ええ、なんだかそんなことを言ってました。君自身は一体どういう気なんです？ええ、なるべく怠けないようにして。うちへ来る方がいいんですか？まあそうですな。しかし寝て散歩するだけじゃ困る。そりゃ大丈夫です、体の方は達者ですから。風呂でも何でも汲みます。風呂は水道があるから汲まないでもいい。じゃあ掃除でもしましょう。角野はこういう条件で大輔の書生になったのである。